龍が如くゼロ前回追加プレイしていきましょう。さて堂島組の首に乗り込んだというか波紋にしてもらいに来たんだけど、結局なんか殴り合いになってるってとこだね。あの扉からしか先が進めないな。え、うん、出るけどさ。おお、なんかいる。よいしょ。よいしょ。よし。おい。なんかすごい方向に折れたけど。腰。大丈夫か。心配してる場合じゃないんだけどさ。めっちゃ登んな、これ。あ、違うの、ここかじゃないのか。ここか。くそ、向こう側から塞がれてる。ん？行くそれ。他に行く店はなさそうだ。あの窓に飛び移ってみるか。そら、ここまでしたら波紋かもしれんけど。お前どこから？ルーサー。窓からだよ。手洗ってない奴がいるよ。やだよ。よいしょ。全体攻撃みたいなの欲しいな。よいしょ。ちょっと痛い痛い痛い。ほら。川端さん。何人かお世話になってそうだけどな。いいのかな、こんなポコして。よし。ほら、よっと。オッケー。まだ来んのかよ、ネピ。また間違えた。よし。よし。オッケー。はい。極み。よし、ふい、ふい、ふい。よし。ほらよ、あ、ダメか。痛い痛い痛い。よし。オッケー。ふい。ほらよっと。ヨネピーパンチ。うわ、これ避けられたらどうするつもりなんだろう。いや、避けられなくてもやばいよね、やばいよね。ヨネピー死んだんじゃない。今度こそ死んだろう。大丈夫。別にヨネピーの心配をしてるわけではなかった。これだ。これダメなんじゃないの。組長ブチギレでしょ。派手な短歌切るだけあってなかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。クゼ戦か、これ。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。
お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。ボクシングにはボクシングスタイルの方がいいのかな。ボクシングスタイルじゃなかったけど、ラッシュか。やってみるか。ほい、へいへいへい、やばいやばい、早い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 、すいませんすいません。早くない？クゼちゃん、クゼちゃん早い。よし、おい、あんま強くねえぞこいつ。よいしょ、おら、よいしょ。そんな技か。よいしょ、ちょっとちょっと、よし、早い早いな、この音楽。ちょっと待って、ダメだダメだ。ほい、ジャブが早いな。全然これでいける。よし、オッケー、よしよし、いいぞ。ちょっとちょっとちょっと、ちょ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 、ボクシングもいいね、やっぱ。ちょちょちょ、早い、すいません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 。飲みます。これ使ってみるか一回。寿司、あ、寿司すごい回復するね。あとこのラッシュの方も上げてみるか。今って感じだけど、全バトルスタイルで HP アップするんだったらね、これ上げといた方がいいよね。3000万ですか。ライズトルネード、これいいな。これも買っとこう。戦いの中で成長してやがるみたいな。チャージフィスト、フェイントパンチ、あ、使えそうな気がしないな。よしよし、よし、これで急に回復してるからな、キリュウちゃん。びっくりだろうな。あ、やば、ちょっとちょっと、あ、外した。ちょっと間違えた間違えた、ボタン間違えた。よしよし、ほら、よし、早えな。ほら、これ、あ、ちょっと待って、時間が足りんわ。早い早い。こうで、ちょっと待って待って待って。こうパンチで。よし、これか。早い早い。よし。ちょ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 、ちょ早い早い、ちょ早い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 。寿司、こっちでいいか。薬アイテム5回使用する。よし、ほら、やった、いいね。よし、これで、うい、ロックオンできたらいいのにな。これがまあロックオンみたいなもんか。ほい、おら、早えな。
よし、ガードの代わりに避けるんだな。超速い速い。うい、おら、おらおった、速っ。てか隙がでかいな。待って待って待って、よし、アイテム使って、ほい、ちょ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 、よし、ほい、よし、ちょ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 、攻撃食らうとやっぱだいぶ減るな。ヒートアクションが全然使えない。よし、アイテム、アイテム、アイテムあれば基本的には大丈夫そうかな。撃ってこい、ふい、ダメか、ふい、よいしょ、へい、へい、へい、やばい、ふい、ちょっと、クゼちゃん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 、ちょっとタイム、タイム、お寿司、お寿司、ちょっと待って、お寿司、よし。まさか目の前で寿司を食われてるとは思わんだろうな。すごいタイミングで食ってるよ。やっぱ強いな。チンピラの方がいいのかな。そんなこともないよね。ほら大振りだもんな結構。ただひるみにくいのかチンピラ。力押しって感じだな。キリュウ、てめえは、兄弟、手貸せ、この合衆を知る。堂島、組長。タイマン張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、仇に手かけんのか。
キリュウはお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわの、俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。そうか、全員あれだもんね、頭狙ってんだもんな。邪魔なわけだ。あ、そっちに置くんだ。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。畳んとこでやらんでもつくよ、取れないよ。根元から切るんじゃないんだな。こきって言ったよ。よく素手でそんなもん触るわ。なあ、畳の境目でやっちゃって、もうそれ4枚いかなきゃいけないじゃん。もう次俺っす。俺ってか、うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエスさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやつさんも全く関わりありません。ですが、あの一つもで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。え、でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだから、てめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ
ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。それを避けたかったのに。お前もさっきまで極道だったんだ、この理屈はわかるだろう。どうしまくみしょ、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。本当にどうすればよかったんだろう。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。手袋右側だけなんかつけてんな。キリュウ、カズマさん、なんで知ってんの。いや面白いな、龍が如くってクリアして100万もらった。やった、嬉しい。ログハウス50坪。ああ、それぐらいの金額をお前は稼いだぞってこと。究極闘技の項目。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。